のび太の恐竜比べてみましょう。なんだこりゃ、なんだこりゃ、アンモナイト。トンカチで直す。もうピョーン。もうカップラーメンを。ああ、食ってましたね。朝ドラと原作はなんかコンクフードっていうなんか栄養満点のなんか、そうね、温かいね、まあ、パッチリしたなんか、なんかちょっとやばい感じのピースケみたいな、ちょっと狂ったようにピースケピースケ書いてあるのがちょっと一瞬映るんですよ。それがね、めちゃくちゃ切ないんですよね。で、ちょっとピースケはその階層が入って、でこう寝ると。ドラチューバーのアジャイです。コンコン、ビーゾーです。はい、のび太の恐竜比べてみましょう。のび太の恐竜でも1980年に公開された第1作と、はい、2006そのリメイク、わさびさんに代わっての一発目と2つあるんですが、はいはいはい、ありますね。良さがやっぱ両方あると思うんですよ。なるほどね。第1作目ということで記念すべき作品ですけども、うん、大山ドラファンの方は、はい、この大山さんのね恐竜は見たことあると思うんですけど、うん、逆にそのわさびさんの見てないって人もいると思いますし、わさ、うん、ドラファンの方でもしかしたら大山さんの方見たことないっていう方もいるかもしれないんでね、うん、この2つをちょっとね比較してちょっといろんなポイントを伝えて、はい、こことここがね違うとかね、うん、いろんなことをねちょっと見ていきましょうか、うん、大まかなストーリーは一緒ですよね。だいたいピースケの卵をこう発見して、はい、その時代に届けるというのは、うん、まあだいたい一緒なんですけど、そうですね、卵を探すシーンね、はい、まず第一の ね、はい、もうね大好きなシーンがね、もう最初から面白いんですけどその大山版はお家の壁というかね、壁を外したらおじさんに怒られて、土が降ってくるぞってね、こらーって怒られて、ゴミを埋める穴を掘れと、うん、また掘るのって言ってで掘ったら出てくるんだよね、うん、卵があって、でその時ですよね見つけた時の感動がね、伸びたは伸びたの喜びの舞がもうね尋常じゃないぐらいこんなのうんとくとうんとくとうんとくビヨーンでおじさんの腹巻きビヨーンってねあそこが2006だとなくなってますね。そうですね、なかったですね。あと卵を持っていくのもおじさんに一応許可もらってたんですよ、2006。ああそうでしたっけ、うん、あっこれもらってっていいって、うん、やっぱね勝手に持っていくのはなんかあんまり良くないのか。ああまあそれはそうだね。大山さんの方は、はい、なんかね赤いスポーツカーおじさん乗ってましたね。あスポーツカーか分かんない、なんかいい車乗ってて、乗ってましたね、その上にも土がめっちゃついてめっちゃ落ちてましたね。もう土というかもう岩落ちてましたあれは確かにクレームもんだなっていうね。ってことはあのおじさん結構いいお金持ちなのかな、うん、ああ見えてあんな腹巻きしてて、うん、腹巻き意外と鼻でスパゲッティだね。ああこれもでも名言でもありますよね、はい、鼻でスパゲッティを食ってやるっていうのはね、うん、もうねこのめちゃくちゃ有名なセリフですけど、うん、これも原作にありますもんね、うん、スパゲッティのこれもなんか具がちょっと違った気がするんですよ、うん、具かそこまで見てなかった。なんかね2006のはなんかねミートボールみたいなのが入っててなるほどね、麺の他にミートボールが入ってるんだ、はい、どっちもあのなんだろうナポリタンみたいなこのケチャップ系のスパゲッティだったんですけど、うん実際にこう詰め寄られるのは大山ドラの方でしたね、うん、食べさせようと鼻にこうグイグイやられて、うん、このカットこんなこんなカットありましたからねエクションエクションやってジャイアントスネアにこう振りかかる髪にこうバサーと顔こうなんかもうドレッドヘアみたいになってるんでしょあのシーンマジ面白いですよね。こう逆にわさドラだとそのシーンはないんですよね、うん、やっぱ食べ物がちょっともったいないみたいなになっちゃうんですかね。あなんかもうそのそういうことなのかな、うん、でも次のシーンになってのび太がなんか静香ちゃんの部屋で顔を拭くシーン、ね、もう終わった後のシーンになっちゃってるんですよね、うん、パパとの絡みかわさドラの方ですかね。そうですね、はい、パパがね、うん、なんかのび太にすげえいいことを言ってくれて、のび太がそのピースケの卵を返そうとしてこう引きこもりじゃないけど、うん、こう布団にこうくるまってて、うん、ママがに怒られた後ってことですよね、うん、大山ドラだともううわあ、姿勢を発してね、パパを追い出す。尋常じゃない感じなんだけど、うん、朝ドラだとちょっとパパが来て、ちゃんと会話するんですよね、うん。何か理由があってそうしてるんだろうが、あんまりお母さんの手を焼かすなよっていう。って言いながら去っていくんですよね、はい、これ。なるほどね。お母さんっていう言い方がまたちょっとあれですね。うん、ママじゃないんだ、うん。意味があるのかしら、うん。ちょっとあれですけどね。いや、パパ結構よく出ますよね。はい、パパは朝ドラで結構出がちですよね、うん、奇跡の島に至ってはもうメインどころとしてパパが一緒に冒険に出ちゃうぐらいですから、うん、出来すぎくんもそうだけどそのサブのキャラたちが結構出てきますね、うん、これは嬉しいですね、うん、ちょっと話変わるんですけど、はい、やっぱ帰ってきたドラえもんのあそこはやっぱちょっと思い出しちゃうんですよね。のび太が押し入れでこう泣いてて、ああそれね大山ドラマやつか、はい、はいはい、パパとのねのび太のこの関係性はパパとのび太いいよね、すごい好きなんですよね。ちょっとのび太に甘いところがまたいいですよね、うん、パパ優しいんですよねパパは。まあ実際に冒険に出て、うん、個人的に好きなのがアンモナイトっていう、うん、アンモナイトのシーンが僕大好きなんですけど、はい、うん、恐竜の時代で海の中でこう泳いだりしてて、うん、ジャイアントスネオがアンモナイトが転がってて、うん、確かその上に2人でこう乗っかってんのかな、うん、なんだ
だこりゃ、なんだこりゃ、アンモナイトっていうね、なんだこのテンポの言い方はっていうのがあって、でもおさとらだとですね、その言い方はしないんですよ、ね、なんかアンモナイトがバターンってジャイアンの上に倒れてきて、ジャイアンペラペラになっちゃうみたいなシーンがありましたね。すぐ終わりますもんね、あれは。そうなんですね、タイムマシンが壊れちゃうじゃないですか、うん、壊れましたね、うん、2つとも共通なんですけど、はい、ドラえもんトンカチで直すもうなんか直してるんだろうなっていうのは伝わりますけど、うん、確かにタイムマシンで絶対トンカチじゃ直んないですよね、もっと精密だよね、せめてなんかねドライバー使ったりとかね、あ、なるほどね、トンカチはね、うん、どこやってもちょっとなんかまあやってるかって言ってるかも出したかったのかな好きですね、両方変わってなくてちょっと良かったなって思いました。あ、なるほどね、そっか、そこは変わってないんだね、はい、逆にね、食べ物もちょっと違いましたよね。ああ、違いましたね、うん、大山さんの方はやっぱカップラーメンを食ってました ね、 食ってましたね、なんか美味しそうでしたけど、ね、うん、でなんかジャイアンはなんかもっといいの食いたいみたいな言ってたけど、うん、ね、朝ドラと原作はなんかコンクフードっていうなんか栄養満点のなんか、そうなんだ、飲み物かな、なんかジェル状のなんかジェルなのかな、あれ原作もコンクフードなんですね。じゃあそこは原作に朝ドラは寄せてるってことなんだ、うんうん、朝ドラはそういった意味では原作に忠実なシーンも、ここは原作に、ここは忠実だったんですか、はい、本当だ、まあ、栄養満点なんだけどなって、うん、あんまりみんな美味しそうな顔してないですねそう、朝ドラでなんか途中からめちゃくちゃソーセージ食べてたんなんか変なね、なんか、うん、貝とかなんか木の実をなんか全部詰めて詰め合わせてバーンって言ってなんかもうソーセージがモリモリモリみたいになってましたけど、何だったんだ、でみんなこうバーってこうやるっていうね、ピースケにもあげたりしてますしね、あげてましたね、原作にないですよね、ソーセージ、いやソーセージなかった、缶詰になってたのかな、確か原作は、あ、本当だ、缶詰にしてますね、うん、原作はね、ソーセージにはしなかった、ソーセージにはしてないんだなるほどね、タイムマシーンのシーンもやっぱね、わさ、うん、ドラの方がやっぱ時代も進んでるので、タイムマシーンのシーンとかそういうアクション系のシーンはやっぱ迫力ありますよね、うんうん、大山さんのその恐竜はもう時代も時代だったんだけど、タイムマシーンのシーンがもう緑のなんかね、あーちょっとなんかね、目が疲れる色ですね、目がチカチカする、今とは全然違う表現の仕方でしたよね、うん、テンオーバーのシーンですよね、うん、でわーってなってて、うん、しずかちゃんのスカートをスネ夫がこう掴んでてね、うん、でもう落ちそうになってるんだよねもうしずかちゃんが離して離して無理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 あれはちょっとかわいそうでした、ね、あれはね面白かったな、うん、原作にないのかな、一応絵ではあるんだ、ああ、まあ、本当だ、無理無理掴んでるけど、あ、だからここもやっぱちゃんと表現してるんですね、これをちゃんとじゃ拾ったってことなのか、うん、これはいい改編ですね、うん、温かい目とかもすごいな、長くなってましたもんね、温かい目問題ですよね、うん、原作だとこういう垂れ目、うん、大山ドラのもこう垂れ目でニーっていうやつですよね、うん、朝ドラはちょっと違いましたよね、あのいろいろ試して、うん、なんかなんか パッチリしたなん なんかちょっとやばい感じの顔あでもねそれを見てて思ったんだけど、うん、それを温かい目としてやってたんですけど、うん、途中で本当にその朝ドラが途中本当にこうね、うん、垂れ目になるし本当に温かい目にするシーンがあるんですよ、あこっちの方がいいじゃんって俺思ったんですけど、はい、その顔のがドラえもんでいいよって思った、本当にのび太を見て、はい、ふって意識しないでなるシーンがあったんですよ、その恐竜ハンターに一回襲われて、うん、あのピースケ渡せば君たちを送り届けてあげるよって言われて、うん、その日の夜ですよね、みんな全体会議ですよ、うん、はい、やっぱ朝ドラの方がすごい、うん、原作に原作寄りでしたよね、うん、俺歩いてもいいぜ日本まで、ジャイアンだけ全然喋んないんですよね、うん、そうそう、俺歩いてもいいぜあれかっこいいですよね、うん、あれはかっこいいですね、原作通りの、うん、やっぱいいじゃん、やっぱ映画はやっぱジャイアンいいやつって言われがちの、うん、いやそうなんですけどね、でも本当は原作通りね、本当いいシーンですね、大山ドラはあそこまでの表現はしてなかったですね、うん、ね、ピースケがこう遠くで泣いてて、うん、かわいそうでしょみたいな感じ、うん、なんか結構 あっさりとした表現でしたね、うんうん、はい、ピーピーとね、なんか日本に向かって確か泣いてたのかな、ああそうか、うん、あそう、今ちょっとふと思い出したんですけど、うん、ピースケの泣き声問題どう思います大人ピースケ、あのそうですね特に大山ドラの話なんですけど、はいはい、まあ、あの可愛いちっちゃい頃はあなんか声があれですドラミちゃんの横澤さんがやってたのかな確かピースケの、あ、へー、でちっちゃい頃はピューイみたいな感じで可愛かったんですよ、うん、高い声でね、ピューイっつってて、うん、あ可愛い可愛いってなって、うん、大きくなったじゃん、うん、ピューイちょっと親と親親ちょっと一回身構えてる、あれちょっと、ね、みんな身構えたでしょ多分あれ、うん、そんなリアルにね、うん、やんなくてもと思う、ピューイちょっとリアルだな、ちょっと身構えちゃったよ、ね、子供の頃から大人ピースケはねあまりにも大人すぎてピョーンピョーンみたいな声がちょっとね逆にわさドラの方は神木隆之介さんがやってるんですよね、うんうん、はい、そこまでのあのピョーンほどの声変わりはしてなかったですね、うんうん、ちゃんとね使い分けてますよね、うん、大人と子供の、そうですね、
恐竜の進化というか、はい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 、やっぱほとんど名前が変わってますよね。そうなんですよ。やっぱその恐竜ってのは、うん、この時代になって分かったこととかもあるじゃないですか、うん、新発見がね。そうそうそう、だから同じねそのシーンでも、例えばその首長竜がいて、うん、なんかティラノサウルスと戦いするシーンあるじゃないですか、うん、あそこも原作ではなんだっけな、アパトサウルス、うん、恐竜名前がね、そう名前が違うんですよ、難しい、首長竜、原作でアパトサウルスで、うん、大山ドラはブロントサウルス、うん、そしてワサドラはアラモサウルスだったかな、あ全部違うんですよ。だから、うん、その時代ごとに、うん、その時代にいた首長竜はこれだったんじゃないかっていうのが、うんうんうん、その時代ごとの多分表現の仕方があったんじゃないかしら、うん、全部ですね、スネ夫がちゃんと説明してくれますからね。そうですね、スネ夫がやっぱ詳しいですよね、はい、だから途中なんか恐竜が来て閉めたと思って、はいはいはい、モンタロウ印のきびだんごを投げて、はいはいはい、で、まあ、乗っけてもらうんですけど、はいはいはい、なんか今までって恐竜って結構こう楽しげに乗るじゃないですか、まあまあまあそうっすね、へいへいへいみたいな、はい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 、首になんか抱きついて、はいはい、バッタンバッタン話しながらえ、どっちですかこれ、どっちですかね、大山さんの、大山さんの向くかバッタンバッタンしながら乗ってるなんだろうね、やっぱちょっと乗り心地は、やっぱリアルな恐竜で言ったら乗り心地ってあんま良くないんだ。まあリアルで考えたらそうかもしれないですね、うん、ケツは絶対痛いだろうし、まあそうですよね、うん、でそのきびだんごを食べた後のティラノサウルスにも、うん、確かなんか夕焼けのシーンで大山ドラの方ですけど、うん、みんな頭に乗ってたんですけど、うん、すげえ跳ねてますよ、うわーみたいな、ドッカーンドッカーンみたいな、忠実に再現してますね歩くごとにドッカーンドッカーン、振動は確かにね、黒い男がね、あのそのワサドラだと、うん、船越さんが声やってるんですけど、うん、めっちゃうまいんですよね、うまくて怖い、え、そう、うまい、もう怖い、本当においみたいな感じだったもんねすげえ怖いんだよのび太くんみたいな、すごいうますぎて、うん、言われなきゃ分かんないみたいな、うん、本当に声優さんがやられてんじゃないかってぐらいうまくて、うん、どうやって帰るかっていうのが、うん、わさびさんの方だとも歩いて帰るってね決断して、ああそこはちょっとあれですよね、うん、とこだからタイムパトロール隊が送っていこうかって言っても、うん、原作だとタイムパトロールに TP に送ってもらうんですよね、うんうん、大山さんも TP に送ってもらうと、うん、わさドラは、歩いて帰ると、うん、アメリカから日本まで、うん、いやだからそのみんなの力で帰ろうっていうあのラストの展開にしたかったためにそうしたんでしょうけど、うんうん、確かにねそう考えるとちょっといろいろね親とは思いますけどね、うん、まあリアルに考えたらリアルに考えですね、まあそう言っちゃうとねもう夢も崩れちゃうんでね、うん、あんまね確かにとは思いますけど、うん、まあまあまあ確かに相当の距離はねそれはありますよね、うん、最後のシーン結構膨大に使ってましたよね、わさびさんの方はお別れのシーンですよね、のび太とピースケの、うんうんうん、涙のシーンは、うん、大山ドラはピースケってこうのび太がピースケとこうわーってやってる時に、うん、画面のちょっと端で静かってちょっとこうね、うん、娘の結婚式見るみたいな感じか娘の結婚式見たお母さんみたいな感じでちょっとね、うん、ふってちょっと泣いてるんだよねおしとやかに泣いてるんだよね、逆にワサドラはもうみんなうわーみたいな感じで号泣してますね、演出はまあ過剰ですけどね、うん、僕はでもねああいうの好きなんですよ、うん、でもあれは泣いちゃいますね、うん、泣かしに来てるとかいろいろ意見はちょっと過剰なんじゃないとか意見はあると思うんですけど、うん、僕はねそういうの大好きなんで、うん、泣かせに来てるの大好きなんですよ、うん、泣かせに来たら泣いちゃうタイプ全部いただきます、まあ、全部波にうわーって流れ、ね、巻き込まれるタイプなんで、うん、僕は好きですけどね、うん、ああいうのはただまあ苦手な人もいるかもしれないですね、うん、原作にもないですしね、うん、そこは確かに賛否両論、うん、表裏一体あると思いますけど、はい、映画の終わり方なんですけど、原作だとやっぱピースケ のボールで遊んでたじゃないですか、うんうん、そのボールを抱っこして布団の中でピースケを思いながら終わるっていうのがまあ原作の終わり方ですね、うんうん、で大山ドラも同じように、うんうん、あれすげえいいんすよ、めちゃくちゃいいんすよあの終わり方、改めて見たんですけど、寝ようとしたらボールが転がってくるんだっけな、うんうん、でこのピースケって思いながら寝るん、うん、寝るんやけど、その前にあのねのび太がその旅の途中に日記を書いてたんですよ、うんうん、ちょいちょいキャンピングカプセルの中で、うん、いよいよ僕たちのね大冒険が始まったんで、そうそうそう、でその最後のいよいよもう今日でピースケとの別れの日が来たみたいなことを、うん、なんかね映画のシーンでナレーションで言うんだよね、うん、それが最後日記の文字で出てきてて、でその最後にもう今日でお別れだってなって、うん、ピースケ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 みたいな感じでちょっと狂ったようにピースケピースケ書いてあるのがちょっと一瞬映るんですよ、うん、それがねめちゃくちゃ切ないんですよね、うん、でちょっとピースケその回想が入って、うん、でこう寝ると、あれはいいですね、で僕はここにいるって流れるんですよね、うん、素敵、それまあ原作にね忠実な終わり方を大山さんのはしてて、逆にワサドラの方は玄関で終わりますね、玄関で終わりましたね、ママがなんかどうしたの何やってたんだっけななんか言うんですよね、うん、のび太たちがみんな振り返って、うん、ちょっとねって言って終わるんですよね、うん、あの終わり方もいいですよね、でもね、うん、
僕ノートがそこで流れるんですよ。そこからね、そこからの僕ノートがもうね、それも素晴らしい、素晴らしい流れですね、うん、確かにあれあれで素敵なシーンですね、うん、僕はボール抱っこするの好きなんで、うん、いいですけども、やっぱ原作寄りだったり、まあ、前回の大山さんの寄りだったり、うん、なんか全く新しくしたり、うん、やっぱいろいろあって、それも面白いですよね。そうですね、ティラノサウルス最後のび太たち襲われるシーンあるじゃないですか、うん、はい、でみんなで朝ドラの方ね、みんなでわーこっちこっちわーってなって、最後スネ夫が食べるならジャイアン、あのシーンはやっぱ有名ですけど、うん、すげえ面白いですね、ああいうの好きですね、ちょっと遊び心というかありますね、うん、うーって言って食べるならジャイアンって言って、でジャイアンがバカ野郎って言って、ね、2人のね掛け合いが、ね、やっぱジャイスでの掛け合いはやっぱ朝ドラでも健在なんですけど、うん、あのやりとりやっぱ面白いバカ野郎って言うんだまあちょっとね、はい、急ぎ足で語ってきたんで、うん、まだまだあると思うんで、うん、ちょっと皆さんのね、なんかこことここ違いますよとかね、ここシーン好きだなとか、お互いのね、うん、好きなシーンいろいろ聞きたいですね。そうですね、他のね、あのリメイク作品とね、大山ドラのこう、うん、企画もやっていきたいですね、うん、比べてみたらまたやりたいですね、うん、でも体力いるねこれね、うん、すげえ疲れるな、結構ね2回ずつぐらい見ないとね、そうなんですよ、分かんないですか、ね、でさらに原作も存在するから、うん、もう三つどもえなんだここ見て、あれこのシーンってこれどっちだったっけ、うん、でまた見て、こっちまた見て、混乱してくるよね、これどっちの話だっけ、うん、みたいなね、朝ドラ大山ドラ両方のねそれぞれのいいところもね、うん、あると思うんでね、ここが好きとかね、こことこ違いますよとかね、うん、いろんなご意見ありましたらコメント欄までお願いします。お願いします。何これ流れてない、下に何も流れてないでしょ